第10回ハワイサロンにお入りいただきありがとうございます。こちらのハワイサロンでは現地サポートメンバーも交えて約45分間留学のプロによるハワイの情報を皆様にお届けしています。ここでしか聞き現地写真情報のほか、ハワイでの滞在を充実させるアクティビティなど、ガイドブックには載っていないハワイの魅力や楽しみ方を共有したり、留学や旅の仲間と交流の場として月に1回お届けしています。 YouTube でご視聴の皆様、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いします。今回ハワイ最新ニュースに加え、留学情報ではプロが伝授するハワイ不動産情報、留学ライフではハワイの語学学校元オーナーが教えるバイリンガル留学の極意、特別コンテンツでは村井さんと行くウキウキリキホノルルコトリップなど内容盛りだくさんのコンテンツでお届けします。30分程度の第1部のハワイ情報の後、現地メンバーも交えてハワイ何でも Q&A タイムと裏事情も語れる座談会を15分ほど設けることになりましたので、この機会をぜひご活用ください。すごくコアな情報が出ることもあるので、メモのご用意をお勧めします。個別に質問やコメントがある場合は Zoom のチャットの方に入れておいていただければ、後ほど可能な限り取り上げたいと思っています。第1部は皆様マイクのミュートをお願いします。また第1部ご出演の皆様には第2部で質問も可能ですので、どんどんしていただけたらと思います。皆さんおはようございます。村井です。今回はですね、なんか10年か20年ぶりに自転車に乗ってしまいましたんで、そういった、久しぶりの経験をさせていただいて、皆様とハワイをね、シェアできたらなと思いますので、どうぞ本日もよろしくお願いいたします。はい、村井さんよろしくお願いします。はい、まずはいつもの通りハワイの最新状況をご案内します。はい、先月25日、バイデン大統領は全ての18歳以上の外国人渡航者に新型コロナウイルスワクチン接種証明の提示を義務付けると発表しました。この大統領令により、2021年11月8日から米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者を除く全ての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に新型コロナワクチン接種証明を提出することを義務化しています。8歳未満の子どもはワクチン接種が免除されますが、2歳から17歳の子どもは渡航前に陰性証明の取得が必要です。この規定の人道的な例外措置は、医学的にワクチンの接種が不可能な方、緊急の渡航者で適時にワクチン接種を受けることができない人など、極めて限定的な場合にのみ承認されます。この大統領令を受けて、ハワイ州では国際線直行便に直行便でハワイに到着する外国籍渡航者は次の2つの手続きが必要となっています。1つ目、海外渡航のためのワクチン接種証明書の提示、2つ目、ハワイへのフライトの出発3日以内に事前検査を受診し医療機関から発行された陰性証明書の提示。はい、ワクチン接種についての規定は2回接種が必要なファイザー、アストラゼネカ、モデルナなどの2回目投与から14日後、1回接種で完了のジョンソン&ジョンソンの1回目投与から14日後、2種類をミックスして接種した場合は17日間隔以上の2回目投与から14日後となっています。今後ハワイに行かれる方は渡航前の手続きに注意してください。続きまして留学情報のコーナーに行きます。ここ最近ハワイ長期滞在望まれる方も増えて、ちょっと聞いてみたい皆さんもいらっしゃるのではと思います。今回はプロが伝授ハワイの不動産情報っていうのを伺ってみたいと思います。今回のゲストは銀座やハワイで不動産で大人気のファミリーコーポレーション株式会社ウェルネス事業部の新井さんにお越しいただいてます。新井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、アロハでございます。新井と申します。今日はですね、ハワイの不動産事情をちょっともう、取り急ぎ約6分ぐらいの中でですね、凝縮してちょっとお伝えするので、よろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介で、ちょっと、私、新井と申しまして、普段は、銀座6の方で、
日本のお客様に対応しておりますので、まあ、皆さん日本にいらっしゃる間はぜひお気軽にお声掛けいただければと思います。はい、ちょっと簡単な特徴でいきますと、私日本にいながら、まあ、皆さん普段日本にいらっしゃるときは日本の、在住である以上は日本の法律だとか、日本の税務対応はする必要も出てくると思うんですけども、まあ、この辺私どもはこう日本のやっぱり目線で、あとはハワイで必要なこう、まあ、米国特有の、まあ、法律だとか、まあ、税務対応なんかも必要だと思いますけども、その日米両方の面から情報を提供することができるというのが、まあ、ポイントになっておりまして、まあ、ここにも書いてありますように、日本にそれをいながらにしてサポートすることができるのが我々の特徴です。でおかげさまで豊富な売買実績を誇りでおりましてですね、まあ、2018年ぐらいの話でございますけども、まあ、売買件数で言ったら、まあ、我々の日本に会社があるハワイ不動産取り扱う会社の中では、まあ、一番件数的にはやらせていただいておるというところもございます。で簡単にこの不動産マーケット、この表が、グラフで出てますけど、まあ、分かりやすく右肩上がり、コロナ の, これロックダウンがあった、昨年の、まあ、から今年にかけてなんですけども、こんな状況でも物件価格がずっと安定して上がってると。でそれでハワイの不動産を方一言で言うと安定マーケットって、まあ言われます。じゃあなんで安定マーケットになるのかというと、まあ、いろんな世界中、日本人を含めた世界から投資が集まる、またはハワイは島国で、まあ、人口も、いっぱいいますので人体需要が高い、だから安定マーケットになりますし、また世界から集まって、まあ、この繰り返しによって、まあ、なんだかんだなだらかな右肩上がりのマーケットが、形成されているという人気のエリアでございます。じゃあその人気のエリア、今日は私ども普段売買を中心にやってますけども、賃貸事情もですねちょっと触れていきたいなと思います。ハワイの賃貸事情で、ちょっと日本の初めてこれからハワイで家を探すってなった時にちょっといろいろと戸惑うこともあるのが、まあ、日本のような仲介会社っていうのがありませんので、まあ、一つ一つこうサイトをいろいろ自分で探しながら一つ一つ問い合わせしたりしなきゃいけないので、まあ、ちょっと不便なところはありますよと。で契約期間が1年という、期間になる、まあ、最長で1年なんで、それ以降はマンスツーマンスといって、こう1ヶ月ごとの更新になるっていうのが基本的なスタイルなので、日本のようにこう2年契約で、更新料払ってまた2年とかっていうのとはちょっと違いますよと。でその結果どういうことが、まあ、リスクとしては起こり得るのかというと、貸主がまあ結局、まあ、強い、状況になってくるので、まあ、マンスとマンスに突入すると、まあ、双方解約するよって言ったら解約しないといけなくなるので、まあ、突然こう1年2年住んだ時に1ヶ月後出てってほしい、45日とか65日後出てってほしいって言われると出ていかなければいけないというところがあるので、まあ気に入った家でもずっと住める保証がないというところも一つ注意点かなとは思います。まあ、当然最後に、まあ、物価が高いというのが一つ挙げられるので、賃貸なんかもまあめちゃくちゃ高いです。じゃあちょっとその辺の賃貸事情、まあ、実際の相場感なんていうのもワイキキを中心にちょっとご紹介したいと思うんですが、ワイキキのその今日現在、まあ、賃貸募集しているお部屋がワンルームスタジオというのはワンルームなんですけども、ワンルームでも1100ドルから3500ドルぐらいの、まあ、同じ一部屋でもこのぐらい賃貸 の金額するんですね。で3倍も違うっていうのはいろいろとそれ物件ごとにいろいろ特徴があるんですけども、じゃあちょっと今日、まあ、一番安い物件っていうのはどんな物件なのかっていうのが気になるかなと思いますので、その物件をちょっと軽く紹介していきたいと思います。アラワイ運河沿いにあるなんか一見すると、まあ、戸建て風のなんか、物件でございますけども、広さが18平米で、まあ本当に簡単なシャワーブースがあって、まあ、本当に、東京だったら6万円7万円とかで借りられるような、ものでございますけども、まあ、ハワイとなると月1100ドルからというところになってくるので、まあ、当然これでコンドミニアムだったりプールがついてたりセキュリティがついてたりとかするとどんどんこれが千何百ドルとか、行ったりするわけですよね。という、まあ、ちょっと簡単に触れたところでございますけども、
まあ、こうなってくると高いっていうところでいくと、じゃあ借りるのと買うのどっちがいいのみたいな話になるわけですよね。で、多くの私ども売買で対応しているのは、子どもが留学で、まあ、賃貸でね、生活されるのは先ほどの、まあ、退去しなきゃいけないリスクだとか、まあ、あるので、まあ、せっかくだから自分か親が買ってあげてそこに住まわせるたいなんていう意向があったりするので、それでよく比較になるんですが、まあ、借りたらっていうこと、左側借りたらスタジオっていうところでも、スタジオっていうお部屋でも1300ドルから、まあ、まともなものになってくるとかかるし、 1LDK ワンベッドでも1800ドルぐらいから、じゃあ買ったら、何がかかるかっていうと管理費だとか固定資産税だとか、まあ、保険だとかで言うと、月平均に言うと、まあ、ちっちゃいお部屋だったら600ドルぐらいからもちろん維持費か最低限そこで住むことができるんですね。なのでこれだけで比較をすると、維持費だけで比較をしたら当然買った方がいいってことになるんですけども、まあ、当然買うには最初のお金が必要ですよね。じゃあその辺のちょっと解説をしていきたいと思います。次ですね。購入にはまあ当然お金がかかります。なのでここがもう本当に入り口としては、まあ、これが当然できない方もいらっしゃる、もう、まあ、当然でございますけども、まあ、ちょっと事例で比較をしてみたいと思います。ちょっと今日サンプルで出した物件が 1LDK の4444ナフワという物件で、今市場では4000万円ぐらいで 1LDK、ワンベッドですね、出てるんですけども、例えばこの物件を買った場合、それを借りた場合はだいたい月1800ドルぐらいなんですね。1800ドルぐらいで、維持費としては管理費、固定資産税、火災保険で月平均が約、まあ、10万円ぐらいですよね。まあ、ここだけで見るとまあ、やっぱ買う方が安いんですが、この買うのと借りるのと何が違うのかっていうのが、まあ、最終的な、まあ、住んだ後ですね、実際にもうハワイから離れるとか、卒業学校卒業した後とか、じゃこの買った後とない借りるのでは違うのが、買う場合は最終的にこう資産として、まあ、残っている状態なので、まあ、当然売却または自分でお父さんお母さんが使うとか、またはそのまま他の人に、他の留学生に貸す、そして収益を得るとかっていうオプションが、まあ、生まれるわけですよね。で、まあ、とにかくここで私が申し上げたいのは、まあ、別に借りる借り買うっていうのはもちろん資産背景も違うので、できる人とできない人なんかもいるとは思うんですけども、買うことによってさまざまな出口のオプションがありますよということですね。なの でここではサンプルで4000万というのをこう、まあ、ご提示してますけど、実際には私最近3組ほど、その留学のお手伝いをさせていただいて、まあ、2000万円予算で、いろいろと、物件探しを実際に買われた人なんかもいらっしゃいますし、1000万円ぐらい の、まあ、自己資金でなんとかできないかなんて相談も対応してますし、これはあくまでもサンプルでございます。なんでこれ今後ですね、移住を皆さんまたは留学を考えている方に関してはですね、まずは一旦、まあ、どんな買えるか買えないか分かんないんだけどもっていう状態でも構いません。一旦なんかいろいろと相談をいただくと、あ、こういう方法ありますよとか、アドバイスも、できるかと思いますので、気軽にご相談をいただければなんていうふうに思います。まあ、この後もですね、一応これ終わりぐらいには私も別の部屋を立ち上げて、まあ、ちょっとした質疑応答なんかも、対応できる、ものも用意してございますので、もし気になる方は、ちょっとなんとなくざっと聞きたいなんて方は、そちらの方にも遊びに来ていただければなと、思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと駆け足でございましたけども、ざっと、賃貸事情、売買事情、ちょっとお伝えしました。ありがとうございました。はい、新井さんありがとうございました。実はなんかハワイへの留学の機会に賃貸もったいないから長期物件買っちゃおうかなって言われる方が時々やっぱりいらっしゃるんですよね。私もハワイ長かったんで、そんなオプションがあったのかななんて今になって考えたりしますけれども、なかなかまあ難しいかもしれないですけどね。はい、大変勉強になりました。興味のある方は後で聞いてくださいね。
それでは次に行きたいと思います。はい、それでは次の留学ライフのトピックです。こちらのコーナーでは毎回留学中の生活にフォーカスを当てて、より日々が充実する情報を皆様に発信しています。で、今回は元留学生、そして語学学校創設者が語るバイリンガル留学ライフの極意と人生を変えるコーチングセッションについて、元ファームスイングリッシュスクールのかよこさんにお話を伺います。アロハかよこさん、お世話になってます。今日よろしくお願いします。アロハー、みなさん、お願いします、はい、元留学生、ファームスイングリッシュスクール創設者のかよこパーキンスです。現在はヨガインストラクター、ライフヘルスコーチをしています。まずは簡単に私の経歴をご紹介させていただきます。大阪に生まれ育ち、短大での国内研修のキャンプでハワイからの講師との出会いを通してアメリカに触れました。その後ペンシルバニア州で短期留学をきっかけに、アメリカと完全に恋に落ちました。そして英語が話せる職場を目指しスターバックスに入社、職場で今の主人と出会いました。その後転職でノバという英会話スクールに勤務。ハワイで海外挙式の後、ハワイでの挙式を手掛けるウェディング会社に就職しました。その会社でハワイの現地でのポジションが空いたことをきっかけに、主人とハワイ移住を決意。そして1年後に主人の夢であった語学学校ファームスイングリッシュスクールを設立しました。やがて娘も誕生して、すべては順風で充実した日々でしたが、主人が癌で他界したことをきっかけに一旦日本に帰国。その後アメリカ国籍を取得して再度ハワイに復帰、ファームスのスクールマネージャーのほかヨガの資格を取得し、小学校やファームスで英語ヨガのレッスンをしていました。コロナ禍でライフコーチを学び、現在はオンラインやロイヤルハワイアンホテルのヨガクラスのほかにライフコーチングのセッションも行っています。はい、留学で人生変えられたんですね。バイリンガルになるためにコツとかポイントがあると思うんですが、ぜひその辺をお聞かせください。はい、そうですよね、英語の勉強で私が実践した実感したことは、まずインプットした分だけアウトプットすることです。新しいフレーズや単語を学んだらそれを使ってみることです。人の脳はそうやって定着するんですよね。で、あとは脳トレと英語オンリーです。脳トレは勉強したことを生活の中で実際、それも英語のみの環境に身を置いて行います。そして音楽はリズムとメロディーで感覚的に覚えやすいのでおすすめです。私はビートルズの曲が大好きでよく聴いていました。歌詞を読んで歌うことも大事で、これも楽しいアウトプットにつながります。ドラマや映画も同じ理由でおすすめです。字幕がある場合、まずは字幕なしで見て大まかなストーリーを把握。その後英語の字幕のみで見て、で、拾いきれなかった言葉などを理解しながら、よりクリアに英語で理解します。で、最後は英語で理解したものとニュアンスがどう違っているのかなということを日本語の字幕で見ながら、ああこう解釈したけどこんな意味もあったのかと理解をしたり、あとは SNS の英語アカウントをフォローしたり、英語で投稿すること、スモールトーク、小話の達人になることもおすすめです。そして 5W1H の和法で、誰がいつなぜといったポイントを捉えながら聞くことも大事だと思います。留学中は何よりも好奇心と話を聞く姿勢がすごく大切だと思います。はい、そうですよね。私はハワイアンばっかり聞いてて英語には影響しなかったんですけど、
アウトプットとか好奇心は私も大事だと思います。現在ライフコーチをされているっていうことなんですが、簡単にその辺も聞かせてください。はい、ライフコーチは97年頃にアメリカで誕生しました。人生を真剣に生きたいクライアントとその成長を支援するコーチが織りなすパートナーシップを意味します。個人の分析で何が足らないかなどを理解して目標設定を行い、メンタルマネジメント、心理療法やコーチングなどを通して豊かな人生や目標を達成するための考え方、習慣などを学んでいきます。今実は高校生からご年配の方までお問い合わせいただいてます、高校生もなんですね。留学中にコーチング受けたりできますか？はい、もちろんです。長期だと最大90日でご自身の体とマインドを変えるお手伝いのほか、14日間でヨガや、食事などでクレンジングするホーリスティックプログラムもあります。留学中の時間を最大ね、十分に生かすことができると思います。で他には、個人の Zoom や、対面でのセッションのほか、毎月先着3名様まで無料体験を、オファーしてます。はい、留学中の時間にちょっと人生考えてみるっていいですね。はい、ライフコーチング私もやってみたいです。プロならではの留学の極意も勉強になりました。ところでかよこさん、パームスノーキッズの突然話で申し訳ありませんけれども、フリープログラムは今年あるんですよね？はい、12月20日から2月18日の期間で英語付けのプログラムで最高予定です。1日からでも参加 OK です。はい、ありがとうございます。親子留学の方喜ばれます。はい、パームス情報までお聞きしてしまいました。よかったです、ありがとうございました。ありがとうございます。続きましていきます。大人気特別コーナーです。毎回ハワイに関する特定のトピックを深掘りしてご紹介しています。今回は今見現地村井さんと行くウキウキビキホノルルコトリップと題して、旅行留学のさまざまなシーンで大変便利な自転車シェアのビキを徹底的に体を張って掘り下げてしまいます。実は村井さんに内緒で直前にお題を出しているんですね。そして以前登場してくださったあの素敵なヨガインストラクターの真央さんがお付き合いくださっています。ありがとうございます。どんな旅になるかご覧ください。おはようございます。イーマミーハワイの村井です。本日はですね、先日ご紹介させていただきました、ヨガの真央先生にも来ていただいています。まあ、今日はですね、ビキに乗るということで、来たんですけど、何も聞いておりませんし、どうなのか分かんないんで、十何年自転車は乗ってないんですが、ぜひ、楽しくドライブしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今日はミッションが来ているということで、こちら今いただきました、ワイキキビキ企画、村井にバイキに乗ってもらい、以下の漢字にちなんだ場所に可能な限り行ってもらいます。おこのような漢字の文字が入っていますけれども、まあ、各漢字のポイントにインスピレーションがあると、どこに行くか伝えず、まあ、もちろん我々も分かんないんですけども、各ポイントにいろいろ行くというようなことになっているようです。寒いですね。はい、じゃあそこに行きましょう。なんか英語書いてありますけど、まあ、アクセプトにしましょう。で、このクレジットカードですね。はい、それではですね、波、というところをまず選択しましたので、少し雨が降ってきましたけれども、行きたいと思います。真央先生、お願いします。行きましょう。はい。
はい、こちら、今波のところに来ました、見てください、後ろちょうど波がね、出ていまして、サーファーの方がね結構いますね。いい波で、うん、あのサーフィンの先生である真央さんはもういい波ということで、私はねサーフィン全然やったことないんでよくわからないんですけども、はい、まあ見ればねすごくなんか乗りやすい波なのかなというふうに思いますけども、こちらなんていうところですか。アラモアナビーチですね。はい、アラモアナビーチ。皆さん覚えてますか、ここでヨガやった。昨年ですね、今年だ、もうヨガのヨガインストラクターとして、来ていただいたときに、ね、綺麗でしたけども、まあ、このまだ午前中、こういうまた、ね、違った姿を見ることができていいなと思います。はい、はい、では、こちら終わりまして、次のところに向かおうと思うんですが、はい、マオさん、次はどこ行きます。次は、あ、さて、これからどこに行くか、皆さんも想像してください。私たちの考えている市というところに行ってみたいと思います。はい、こちらあのイオラニ宮殿ですねとなります。こちら、まあ、中に入っていくツアーもありますし、ハワイアンキルトの、クラスがですね昔はやっていたんですけども、はい、コロナの影響でちょっと今はやってないんですが、近いうちに状況も良くなってきて、復活されるのをね皆さんこの待ちにしています。はい、でこのカメハメハとイオラニ宮殿というのはセットで皆さん回ることが多いですね。で中に入って撮影はできないんですけど、外から写真を撮るだけでもだいぶハワイ感が出ていいですよね。そうですね。じゃあ次は買い物を買うと、あんまですね、両方をちょっと探ってみたいと思います。はい、ショッピングセンターメイシーズ前に来ました。
ついにですね、制覇としまして、ショッピングの会というですね、ショッピングの方、こちらでね、行きたいと思います。はい、そしてこれからちょっと甘いものを買いに行っていきたいと思います。今ココパフを買いにリリハーベーカリーの前に来ました。早速買いに行きましょうか。はい、お願いします。こちら、ステーキロールという、美味しそう。はい、玉ねぎを、お肉で薄いお肉でね巻いてガーリックチップをやってご飯という、こういったセットです。結構このラナイのこちら、ステーキロールは有名なので、ぜひ、試してみてください。はい、で私はソウルミックスで、プルコギのキンパ と、フライドチキンを買います。美味しそうですね、これもね。はい、ランチブレイクが終わりまして、次最終のところですね、屋形、こちらの方ですね、目指していきたいと思います。はい、あのラナイというね、フードコートでしたけれども、まあ、今はちゃんとワクチンカードをね打ったという証明がないと中で食べることができないんでね、そういったところもねご注意の上、いろいろねあの州によっては違いますけれども、はい、ハワイはまだまだ厳しい感じですね。ついに、こちら屋形ですね。屋形、最近リニューアルしました最高級ホテルハレクラニ、の前に来ました。はい、これで全制覇しましたね、村井さん。ありがとうございます。もう本当に十何年ぶりの、まあ、初めてビキニ乗り、十何年ぶりの自転車で全くマオさんに追いつかず、20馬身ぐらい離されながらもなんとかここまで来ましたが。明日ではなく明後日の筋肉痛が怖い、この頃でございます。気持ちよかったです。そうですね、はい、非常に、まあ、今は晴れてきましたし本当に、すがすがしい、気持ちいい、楽しいバイクを経験できました。ハワイならでは。そうですね、はいはいはい、ぜひ皆さんもね、こちらに来られた際には、非常に簡単に使いやすいですので、はい、ぜひご利用いただければなと思います。はい、どうも今日は本当にマオさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。すごい走ってましたね。マリエさんも3ヶ月間親子滞在でビキ活用されてましたよね。村井さんの撮影後の筋肉痛がいつ来たのか注目です。ビキの使い方やハプニング含めて2部で伺ってみたいと思います。はい、なんか今日はあっという間ですけども、この後第2部座談会で質問やハワイトークで盛り上がりたいと思います。ご質問がある方、ぜひこのまま残ってください。お忙しい方、残られない方はこのままご退席ください。弊社の公式 LINE アカウントに登録いただけるとサロンメンバーだけがアクセス可能なサロンのご案内をしていますので、ぜひご気軽にご登録をお願いします。はい、以上をもちまして第10回オンラインサロンを終了いたします。次回は12月18日に、会員限定サロンの方を開催予定しています。またぜひお目にかかりたいです。それではご退席される皆様ありがとうございました。紅葉の季節、ぜひ楽しい週末をお過ごしください。第2部は皆様にも参加していただき、質問や情報交換交流をしていけたらと思います。まずは先日お越しいただいた留学をきっかけにアパレルブランドを立ち上げられた中島かりんさんにブランドについてもう少しお伺いしたいと思います。
かりんさん。はい、アロハ皆様、サロンギ2度目の登場の中島かりんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウェブ拝見しましたよ。ありがとうございます。アロハシャツとか小物とかパーカーとか、とてもおしゃれなもの売られていて、着るだけでハワイローカルのおしゃれ女子になれそうな感じですね。はい、そうなんです。北海道出身の私にとって、ハワイ留学の時に見たローカル女子のカジュアルなファッションがとても可愛くて、そんなローカル女子の、ファッションとハワイの風や、雰囲気を日本の方にも楽しんでほしくて、今のブランドを立ち上げました。はい、私たち北海道出身なんですよね。ハワイの女子、本当にとにかくカジュアルで、最初びっくりします。ストッキング不要でびっくりしますよね。そうですね、そうなんです。留学がきっかけで、温暖な気候の自由なファッションがとても可愛くて、それを日本の女性の皆さんにもシェアしたいと思って、留学の時がきっかけで、ブランドを立ち上げたきっかけにもなりました。ブランドとしてのメッセージみたいなものがあるんですよね。はい、ありがとうございます。旅行でも留学でも、私と同様になかなか今コロナ禍でハワイに行けない方もたくさん多いと思うんですけども、そんな女性の日々を私の服や小物で、皆さんに楽しんで元気づけられたり応援できたらいいなと思っております。ありがとうございます。私たちも留学や旅行したい人たちを応援したいと思ってやっています。とても似てるんですよね。そうですね、はい、なので私もサロンを応援しています。実は今月の5日からハワイに来ておりまして、しばらく滞在の予定をしております。はい、当サロンでもカリンさんのブランドを応援します。ぜひボイスレンドと素敵な時間を過ごしてください。そして滞在中からハワイの状況をまた聞かせてください。はい、サロン楽しかったです。ありがとうございます。またシェアします。はい、ありがとうございます。はい、そしてサロンの第2部は、今後私に加えて親子留学ママのマリエさんが今回からご意見番として参加してくれます。そして人気者村井さんの3名でワイワイ進めていきたいので、皆さんもぜひ参加してください。はい、おはようございます。皆様、先日というか、あれですね、ハワイが大好きすぎてですね、私も先日娘と一緒に親子留学をしてまいりました。今回ご意見番というポジションを頂戴したので、皆さんと盛り上がりつつ、私もどんどんコメントしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、村井さん出てきましたね。それではここで次のトピックに行きます。スーパーで買える、受けるお土産ランキングについて、現地ライターの和子スペアさんが登場されます。ハワイでルルブやアロハエキスプレスなどの雑誌のほか、現地情報誌ライトハウスで育児のコラムも長期にわたって連載されているスーパーママなんですね。和子さんの持ち込みネタで、今回長年にわたる取材やメディア、SNS を通した反響をもとに、人気のお土産と独自目線のおすすめを当サロンの皆様だけに紹介してくれます。皆さんメモのご用意をお願いします。村井さん、マリエさんもよろしくお願いします。はい、和子さん。はい、皆さんアロハ、ライターの和子です。よろしくお願いします。ハワイ渡航前の準備と同じぐらい、日本に帰る時のお土産っていうのはすごい大事だと思います。それで、一番皆さん注目されていると思うホールフーズからご紹介します。でホールフーズのお土産の、人気第1位は、なんといってもエコバッグなんですね。でデザインが可愛くて、オーガニックコットンなどを使っていて、ご当地感も満載で、とにかく、大人気です。で、2番目は、リップバームで、いろんなトロピカルフルーツ のフレーバーがついていて、小さいですし、持ち運びもとってもかさばらず便利です。で3番目は、トラベルサイズのボディケア製品で、こちら全部オーガニックとか、とても
素材のいいものだけを取り扱っているので、それが揃うのはホールフーズだけかなと思います。で、スーツケースにもかさばらないので、お土産にとっても便利だと思います。で、番外編としてですね、私がおすすめしたいものは、まずセレスティアルのハーブティーです。で、これはハワイというよりアメリカのお土産としてとっても可愛らしいパッケージが特徴だと思います。でもう一つは今サステナブルな人たちにとっても注目されているタブレット状の歯磨き粉で液体と違って軽いですし、いくつか缶の中から出して少量持ち運ぶこともできますし、新感覚でとってもいいと思います。で次にですね、スーパーの中で、ローカルスーパーの代表格としておすすめしたいのがフードランドなんですね。で、まずここもエコバッグが実は人気なんですけど、お土産として、はい、ホールフーズとは違ってすっごいド派手なデザインがローカルチックでインパクト大です。で2番目は、サンバムの日焼け止めなんですね。でこれゴリラの絵が可愛いのですぐ目につくと思うんですけれども、実はサンゴ礁を傷めないノンケミカル素材のみを使っていることとか、あと SPF70 までのものが揃うとか、ものすごく品質、効能ともにおすすめできます。でお肌にも配慮されています。で3番目は、ちょっと意外なところで、スマッカーズのマジックシェル。でこれあんまり見たことがないと思うんですけど、アイスクリームに、冷たいアイスクリームにかけると、途端にバリバリのチョコになって、とってもお子さんたちが楽しくアイスクリーム食べられるんじゃないかなと思います。日本では珍しいので受けると思います。で、フードランド、これ番外編なんですけど、日本には持って帰れないんですが、とにかくフードランドに行ったらまずポケを食べてみてください。種類も味も抜群の品揃えで、ハワイのローカルも必ずランキングで、上位に投票するぐらい人気の定番、フードランドといえばポケっていう感じです。あとフードランドの特徴としては、アールフィールドのワインがあるんですね。で、ワインなんですけど、スーパーの売り場という枠を超えて、ものすごい豊富なセレクションを誇っています。で、もう専門店のレベルと言えると思います。でカリフォルニアワインなんかはとてもコスパよく品質のいいものがたくさん揃っています。で次に、ご紹介したいのは、みんな大好きドンキホーテで、現地在住者はもうここでばったりノーメイクの時に遭遇するみたいな、お店ですけれども、第1位はここの第1位は、まあ、コーヒー、いろんなブランドのコーヒーがたくさん揃ってるんですけれども、フレーバーコーヒーっていうのをおすすめしたいと思います。バニラマカデミアナッツフレーバーっていうのがとっても甘い、ハワイっぽい、香りがして、私もずっと長年いろんな人に頼まれて、持って帰っています。で2番目が、いや同じくコーヒーなんですけど、今度は、アイカネコーヒー、ハワイ島の粉コーヒーっていうのは本当皆さんがご存知な有名なコーヒーですけれども、粉よりもっと、南東の方に行きまして、カウという地域で、栽培されているのがカウコーヒー、今ではもう、いろんなコンクールで入賞するような粉コーヒーより酸味が少ない、すごく飲みやすいコーヒーとして大人気です。その中でもサステナブルに、自社農園で作っているアイカネコーヒー、たくさんドンキで取り扱っています。で3番目が、ハワイアンソルトなんですね。でミネラル、豊富なハワイ産の、ブラックラバーシーソルトやレッドシーソルト、お料理好きな方、ママ友なんかにとっても喜ばれるんじゃないかなと思います。でドンキは、第4位5位も、ご紹介しますね。で、4位は、港屋のガーリックシュリンプマリネード。もうこのボトル1本、加えるだけでノースショアのガーリックシュリンプの味がお家で再現できるっていう優れものです。
で最後にご紹介したいのが、コロナ禍ならではの商品なんですけれども、マスクですね、布マスクもディスポーザブルマスクも両方、ハワイアン柄のとってもあの可愛い、マスクが出ています。あの気分だけでもハワイが味わえるんじゃないかなと思って、あのこの時期限定ですがおすすめです。ありがとうございました。はい、はい、どうも、はい、お時間がなくなっちゃったんですよね。マリエさんがちょっと何か言いたいですね。はい、ありがとうございます。素晴らしいお土産の数々で、もう全部大人買いして帰りたいぐらいの素敵なアイテムでした。個人的にはあの私ホールフーズのエコバッグはすごいいいなと思ってて、結構日本でもたまに持ってる方を見かけるんですけれども、さりげないハワイ感ですごい可愛いなと思ってます。あとハワイアンソルトは普段の料理に結構使えるので、たくさん買ってっても日持ちするし、お土産としてももらってもすごく嬉しいので、個人的にはすごくおすすめしたいアイテムだと思います。はい、ちなみに皆さんお土産で何かおすすめのものとかあったら教えていただけるとありがたいです。こう挙手でもいいですし、コメントでも書き込んでいただくことできますか。ちなみにですね、私のフリースクールに行ってた娘がですね、3時のおやつにこのゴールドフィッシュというチーズのスナックが出てすごく美味しかったと言って、スーパーで買ってみたらとっても美味しかったので、帰国するときに箱買いしてきました。これもすごくおすすめです。何か皆様ございますでしょうか。あ、ミキさん。はい。はい。私は、このグアバジュースが大好きで、現地にいると毎食飲んでるぐらいなんですけども、子供が。で、これの、粉状のものが、パウダーが、スーパーで売ってたので、多分ドンキだったと思うんですけども、すごい軽くて1リットルの水に溶かして飲めば、このハワイアンサンの味が出るので、お友達に配ったりしました。あと、なんか、キャンディーデー、こういうキャンディーデーみたいな、こういう入れ物をドンキの文具コーナーかなんかカードコーナーで見つけたんで、こういうのにいろんなばらまきお土産をこう作ってキャンディーデーにして、お友達にあげたりもしたことがあります。和子さんの話もすごい参考になってメモいっぱい取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、久保さんからロコモコのグレービーソースの元が粉で軽くて美味しかったですという、アドバイスコメントいただいてます。ロコモコのグレービーソース、これどちらで売ってるんですかね。和子さん、このロコモコのソースはどこに行けば買えるんですかね。ドンキーとかであると思うんですけど。ドンキーですね。ドンキーは大体のものが揃いますよね。間違いない。で、しかも価格が結構安いんですよね。そうですね。同じライオンのコーヒーとかでも、場所によって値段が全然違うんですよね。うんうん。ABC マートで買っちゃいけない、ね。はい。高いです。ありがとうございます。すいません。時間がね、押してしまってるので、実はミキさんがね、ミキさんバージョンというのを出してくださっているので、たくさんいいのをで出してくださっているので、次回ぜひ、ゆっくり聞きたいと思います。今日は、和子さん、皆さんありがとうございます。では、この辺であれですね。はい、今日はこの辺までにさせていただきます。皆さん参考にしてください。